今思えばこの一年いろんなことがあったな。親友の勇者と誤って優先帳に迷い込んだこと、そこで不思議な力に目覚めて、そこからリーオーおじさんや店長と一緒に始めたバイト生活。もちろんバッヘやベーダネーと知り合えたこともね。そして人間界を巻き込んだネメアの事件。なんだかんだで結果的にはお店に一人居候が増えました。そして1年後、僕の名前はヤン・ユモ。めでたく大学生になりました。準備ができたら装備のテストを始めますね。うん、大丈夫。お願い。それじゃ、行きますか。始めますね。よろしくお願いします。ドン！さあ、へいや！邪魔だ！はい、よくできました。次のフェーズに移りますね。こうかな。へいや、とどろけ雷鳴、あたれ、ドン、よっ、せや、はっ、とりゃ、ユーモンさん、上出来です。ユーモンさん、上出来です。最後のフェーズです。頑張ってください。僕調子が上がってきた。パワー全開。行くぞ。発動。上出来だ。と言いたいところだが、最近体の調子が悪いだろう。あまり無理するなよ、ユモ。リーオーおじさんこそ甘いものの食べ過ぎで虫歯に注意だよ。なんて
メグさんも数値は正常だって言ってるし平気だよ。数値が正常だからといっても過労にならないとは限りませんから、ほどほどに気をつけてくださいね。ちなみに崑崙人は虫歯にはなりませんよ。知らなかった。すごいね崑崙人。李陽さんも古傷を持っているんです。他人事じゃないですよ。よし、李陽さんの武器も強化完了です。おお、助かるぜ。いつもすまないな。俺だってさっきの身体検査で問題なかったんだろう。心配するなって。いやいや、油断できませんよ。なんたって得意点に全ての力を吸収されたケースなんて100年前に一度きりなんですから。だからお二人のつながりが完全に断ち切れたのか、僕もまだ確信が持てません。おいおい、声が大きいぞ。ユモが得意点だってことをできるだけ口にするなって。はいはい、司令官にだって言ってませんから。お、そうだ、僕も詳しいことは知らないんですが、司令官が立案した優先庁流脈安定計画ですが、すでに許可が下りて近々実行段階に入るそうです。そうすれば人間界に入り込む災いの数も減って皆さんの負担が軽くなると思います。司令官、あ、農商さんのことだね。最近お世話になりっぱなしだね。あ、李陽さん、すみません。いや、お前が謝ることじゃない。俺の心が狭すぎた。イモ、そろそろ正門町に戻ろう。うん。それじゃ早く店に戻ろう。この頃災いが減ってきたな。いいことだが少し腕が鈍ってきてるぜ。僕も消費カロリーが減ったせいか少し太ったかも。まあ崑崙がやってることも応急措置に過ぎないけどね。流脈管制システムのコアが抽出され吐くの。どれを叩けばいいの。お姉さん、おばさんより悪い顔してるやつじゃないかな。
称賛のバカ。あ、思わず口に。バカ、聞こえてるんだって。へや、さら、出てこい。ドン、や、そりゃ。ぶっ飛べ。は、ドン。利用。ぶつかろう。や、へや。よっ、はっ、ドン。パワー全開。さら、よっ、はっ、ドン。やっと終わったぜ。へや。肉にも一台あってもいいかもな。どう考えてもここはおかしい。この構造、まるでガキの悪ふざけだ。前にベーダ姉が優先帳で暴走したとき、またおなじみのこいつか。いつものようにぶっ倒すぜ、ユモ。チャラン、了解。あたれ。へや、よっ、チャラン。出てこい。ドン。へや、邪魔だ。はっ、ヌッ、ウザ。へや、チャラン、ドン。そりゃ、間一発、よっ。あかねえ。へっ、飛べ。ドン。とどろけ雷鳴。さら、とっておき。はっ、見てたな。いただき。よっ、はっ、せら。さら、ドン。へや、パワー全開。よっ、ドン。へや、よっ、はっ、へやっ。